もう疲れたな。カリプソ警備員の勤務時間はどう？まだ何時間も残っております。早く家に帰ってダラダラしたいな。ねえ、あなたもそう思わない？あれバイクロイドはどこ行ったんだろう。ああ、もうあんなところまで。やっぱり機械って疲れ知らずだよね。さすがは CC が誇る施設警備アンドロイド。私みたいなぐうたらサイボーグとは違うね。あんな風に仕事一辺倒になんてなりたくないな。帰ってゴロゴロしたい。あんとはいえ、あんまり手を抜きすぎたら警備員をクビになっちゃうからな。バイクロイド任せにしてないで仕事しなくちゃ。あれ何？飛空艇が墜落した？しかもこの辺りでは見たことない方だな。面倒事は勘弁してもらいたいのに。見ちゃった以上確認しないわけにはいかないよね。バイクロイド、あの飛空艇が墜落した場所に行くよ。極力面倒なことが起こりませんように。いっつつつつ派手に墜落したの。いくらなんでも派手に落ちすぎた。こんなに目立ってしまうと盗賊連中に飛空艇を狙われてしまう。その前に壊れた箇所があるか確認せねばならん。ゴムスケ、艇内の調査と修理を頼む。わかりました。うわ、なんか変な格好の人がいる。私は CC 施設警備員のカリプソ。とりあえずあなたたちを捕獲するから抵抗しないでおとなしくしてちょうだい。できるだけ騒ぎは起こしたくないんじゃが仕方ないのう。